皆さんこんにちは。食用アマガエルの心の声です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。おかげさまでチャンネル登録者も800名を超えました。今後も地元密着型のラーメン店紹介動画を上げていきますのでよろしくお願いします。今回の動画は結論から言うと食用アマガエルチャンネル上半期の個人的にうまかったラーメンランキングの動画です。どうぞお楽しみに。それでは張り切っていきましょう。ナンバー3。ここは秋田県美郷町の国道沿いにあるラーメン小柳さんです。今だから言えるんですが、正直言うとあんまり期待してなかったんです。お店の中に入っても薄暗い感じで、なんとなく雰囲気が良くなかったんで、どんなラーメンが来るんだろうって不安でした。いざ着丼してみると、想像をはるかに超える味噌チャーシュー麺が登場した時の感動を今でも忘れることができません。味もボリュームも申し分なかったです。次は醤油ラーメンを食べたいと思っています。とってもインパクトがあるラーメンでした。ラーメンを食べて幸せな気持ちになれた一杯でした。ごちそうさまでした。ナンバー2。今年の2月、雪のほとんどない冬に行きました。ご存知の方も多いと思いますが、私はここの開店当時から通うほどの常連なんです。第2位に選ばせていただいたラーメンはここの一押しの一杯です。寒い夜にラーメン大王の人気メニューから爆風辛味噌ラーメンをいただきました。辛さの中にうまみあり、その通りだと思います。見た目ほど辛くはありませんので、さらに辛さを求める方は辛味を追加してください。このラーメンは本当に中毒性が高いラーメンです。常連さんの中には週に何度もこのラーメンを食べに来るというほどの中毒性です。まだの方はぜひご賞味を。納得の第2位です。ラーメンを食べて幸せな気持ちになれる一杯でした。ごちそうさまでした。ナンバーワン。食用アマガエルチャンネル上半期の第1位は秋田県湯沢市横堀にある55番さんのラーメンになりました。ここは以前からずっと行きたいお店で、なかなか行くことができず、やっとの思いで行くことができました。湯沢の油田系ラーメンの元祖とも言われる伝説の55番のラーメンを初めて食べることができて、とっても感動したことを今でも思い出します。あのラードの張った熱々のラーメンは本当にうまかったです。湯沢のラーメンのレベルの高さは本物ですね。とりわけ油田系ラーメンが好きだった私の納得のナンバーワンでした。寒い時期になるとまた食べたくなるんだろうな。今年は新型コロナの影響で上半期のうち少なくとも2ヶ月は外食に行けない時期がありました。ステイホーム期間が終わり、食べ歩きを再開してから多くの方々に食用アマガエルチャンネルを知っていただく機会が増えました。これからも地域密着型の飲食店の紹介を続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。これから年末にかけて下半期の食べ歩き動画も楽しみにしていてください。食用アマガエルチャンネルの動画のコンセプトは秋田県の飲食店を応援するチャンネルです。生まれ故郷である秋田を少しでも盛り上げていければと思っていますので、今後とも何卒よろしくお願いします。こちらが今回の上半期の動画のランキング結果です。
ご視聴いただきありがとうございました。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。こんにちは。やっほー、起動します。よっ、始まるよ。いただきます。ごちそうさまでした。えい、始まるよ。わお、ごちそうさまでした。よっ、始まるよ。やっほー。へー、ごちそうさまでした。ありがとうございました。感謝します。